はいどうも、タクタクです。お化け屋敷探検隊やっていきましょう。さあ、続きから。あの、なんかね、カンタからやるとトゥルーにいけるらしいです。いきましょう。で、カンタだけじゃないのかな他にもあるのかなわかんないですけども。まあ、ちょっと、うちは持ってきたなと。じゃあ今から言うことをよく聞け。割れでねえ鏡を探せ。そんでこの布でえ、鏡を磨くんだ。布をもらった。で、 ここはまあ一緒ですよね。で、これでなんか引き返してくるみたいな感じなんだよ多分。ちょっともう話しかけてみていいなんか2回、あの、キャラクターには話しかけた方がいいっていう話なんで、コメントありがとうございます。さっさと行かねえと帰れなくなったと、どうかしたのか。一緒にここから出ようこれでしょ。いや、オラはここに残る。カンタ、おめえ、いいやつだな。あ、これ変わんない。カンタ入れらあんがとよ。はよ、行け。 優しい天狗様。天狗様だよね。これで、上がっていって、あおー、忘れた。出ていっちゃうと、同じエンディングになっちゃうんだよね。一回鏡の方行って、ここならまだ間に合うんだよね。でもここはヤシャマルが気になるにして、 戻ろう。入ります。入る。あ割れた。あ、割れちゃった。もう出られねえじゃん。えー。これで出よう。こっち行って。うわ、捕まりたくない。もう一回ヤシャマルのとこに行って。 待っててくれてるな、何やってんだおめえは。なんでまだいいんだ。帰れなくなっちゃった。一緒に他の出口探そう。これだ。多分おめぇ、そこまでオラのこと。けどなんでだなんでオラにそんなこと言うんだ恩人だから。友達だから。恩人って感じじゃない。まあ、友達だからにしようかな。友達。オラが。友達。ああ、もうやめだ、やめー おぉ。え、もしかしてヤシャマルがやってたってこと今までカンタ。おめえには全部教えてやら。いいか、ビビんなよ。もう <laughs> お、やっぱり、天狗さんですからね。俺実は天狗なんだ。びっくり。知ってた。どっちにしようかな。まあ明らかに知ってたよね。知ってた。おめえ、トロクセイ割に鋭いな。 カンタ、おら、おめえに謝らなきゃなんね実はな、あの屋敷で起こったことは全部オらの仕組んだことなんだ。あ、やっぱりそうなんだ。本当に。幽霊たちも全部作り物だ。作り物なのかよオら、友達が一人もいなくて寂しかったんだ。そんな時たまたま屋敷に人が来て脅かしてやったんだ。そしたら幽霊屋敷だなんだって人が、ワンサが来るようになって。おら、嬉しくってよ。 かんた、おめえ、オラのこと、友達だって言ってくれたよな。うん。オラ、もうその言葉だけで十分だ。もう悪さすんのもやめる。親父に作ってもらったこの屋敷も、他の奴には見えなくする。でも、でもな、おめえだけは、かんただけはこの屋敷に来れるようにしてやるよ。へへへ。じゃあな、カンタまたな おぉなるほど。天狗と友達になれたわけだね、カンタは。その後のことはよく覚えてない。ただ、真っ白な光に包まれて。目が覚めるとそこには、原っぱの真ん中だった。みんなはみんなもそこに寝ていて、僕らは全員狐に包ま,まれたような顔してた。みんなは言ってた。 あのお屋敷で起こったことは。うん。あのお屋敷に行ったこと自体もしかしたら夢だったのかもしれないって。だってね。あの後みんなでいろいろ探したけど、天狗様のお屋敷なんてどこにも見つからなかったんだもん。でも僕には見えていた。お屋敷の窓から笑顔で手を振る、寂しがり屋な友達の姿が。いや、めちゃくちゃいい話やよ最後。これが、カンタ・トゥルー・エンドですね。 おそらくあと、龍之介くん、メガネくん、高村くんかな高村くんがまだだと思う。キツネちゃんは多分もうあれ一方道な気がするな。わかんないけど、あんのかなバリエーションが。これなんかそのエンドの攻略的なものがなんかあんまり公式になかった気がするんだよね。あの本当何個あんのかわかんないけど。 もしかしたらこれでまだ何かあるようにならない可能性すら。ありうる。わかんないけどね。でもなんか龍之介が、カンタをやっぱ、脱出させるエンドは見たいんだよなそれちょっと頑張りたい。どうなったあ天狗様のお屋敷に遊びに行きますかあ、トゥルー引いちゃった遊びに行く。 スルー引いたからか。なるほど。カンタ二人んだけど。なんか実は主人公はカンタ的だったみたいな、なんかメイン主人公はね。そんな、俺、リュウちゃんだと思ったんだけど。<laughs> ちょっと待ってっ待って。一回出たいね。あ、これ何セーブできんのあ、レポ、レポート作ろう。レポート作りたい。え、これでもどうなんだろう カンタのとこからやっちゃってるから。まあ、いっか。ここに上書き。<laughs> いいのかな。これで、か、帰る。はい。帰ると、主人公を選んでくる、あ、なるほど。あ、でも、ちゃんと出てるんだね。OK。まあまあ、一応これでトゥルーエンドは回収したということで、でもちょっと一番気になってるのはやっぱ、龍之助の、 その、脱出するという、えっ、ー、と、みんなとね、それちょっとそれが気になってるので、それを頑張ってやっていきましょう。はい、ということで、龍之介くんバージョン、やっていきましょう。なんかね、この後に、こうやって狐が登っていくやん。で、この狐を無視しなきゃいけないんだよね。なんか、あれだもんね。ダメだもんね。 人形の右足を、はい、見つけて、このまま、なんか無視しなきゃいけないらしいです。はい。で、あとは、まあ、人形をちょっと完成させていくんで、まあ、ここが前回と違うのかなはい。じゃあちょっとまた次までね、カットしてやっていきたいと思います。よし。で、人形の両足を、はい、戻してあげて、 なんか前回これで完成したみたいな感じで思ってたんだけど、これも持っていけるのかなお願い僕を彼女のところへという感じで持っていくやん。でこれ持っていってあげなきゃいけなかったみたいなんだよね。で、あの時に狐に話しかけちゃうとダメらしくて、これを持っていったらなんか、幸せになれる二人が。<laughs> いや、俺も、エンドに迎えるということみたいなんだけど。あとはまぁ流れでいいのかな持ってきますよ。はい。これ調べて。ね、私のこと好き男の子の人形を見せる。これだやっと会えたね。おお。なるほど。これがなかったからダメだったってことね。で、これで、割る。 これでエンディングに向かっていけばいいのかなで、これを動かす。で、入るよね。あれ。で、ここの鏡は割らない方が多分いいんだと思うんだよね。どうなんだろう。多分ここを割らないで、あまだ鏡を割ってはダメ。割らない。 こうやって助けてくれるわけだ。で、これで出て、おーカンタ出てきたやっぱそういうことだよね。うーん。この人形をちゃんと引き合わせてあげなきゃダメだったんだ。イクラシ君、僕戻ってこれたの大丈夫かうん、平気。怪我はないよ。ごめんね、心配かけて。もう家に帰りたいな。ということで、これでおー、びっくりした、キツネあ、りゅうすけ、カンタ君おったいた。 カンタ君、よかった。うちらずっと探しちゃったんよ。でも本当によかった。ふふ、さあお家帰ろう。よかった。これで、無事、高村くんバージョンのエンディングを見れるというわけですね。やべえな。これは細かい。設定が細かい。犬神くんよかった。見つかったんですね。さあ、こんなところが早く帰りましょう。お菓子でも食べながらね。 なんかさ、すげえシンプルにさ、ね、もうこのマップとかはね、RPG 作るの、本当に。これ,まあ、これも作ったのが自作なのかわかんないけど、すげえ緻密に考えられてるよ。作りこそシンプルだけどさ。で、これで二人で、あよかった。そっくりだもんね。龍之介くんにね。なんか嫉妬しちゃったんですね。 こうして俺たちは天狗様のお屋敷を後にした。でも天狗様が作ったんじゃなかったのこの幽霊も。そういうアトラクションっていうことなのかな日野のやつ。いつも歩きながら物を食べるのはいけませんなんて説教ぶるくせに今日は黙って出してくれた。山から帰ると不思議なことが起こった。あの天狗様のお屋敷が、えー、神隠し山から消えちまったんだ。おかげで街のニュースはそのことばかり。記者たちはあることないことを書き立てている。本当くだらない。らないでもおかげで俺の 将来の夢が決まった。俺は将来。真実をみんなに伝える新聞記者になるんだ。おお、そんな夢が。なるほどね。だいぶ変わりましたね、エンディングが。高村くんが見つから、<laughs> 見つからなかったっていう悲しいエンディングから、 普通になんか自分の夢まで見つけられてしまうという。いやー、これさ、本当にやってて思ったんだけど、こんだけ限られた条件で、よくまあ、ここまで恐怖演出ができるなと。で、なんか、不要い BGM とかも使わずね、効果音が少しあるぐらいにして、ほとんど無音。 まあ、無音というか BGM はない、なくて、もう純粋に、まあ、ない方が怖いのかな、逆に。こういう可愛らしいキャラですらい、怖いと、ね、思わせる演出でしたからね。あこっちもトゥルーを引いたっていう形になるのかな今日はいかない。まだ何かあるよっていう、が出ませんでしたね。あー。ってことは、じゃこれでもういいのかなはいといったところで、 これをもちまして、お化け屋敷探検隊の実況を終わりたいと思います。だから、ちゃんと、うん、高村くんにも何かちょっとありそうな気もしますけどね。そこはぜひ皆さんでやっていただきたいというか、あるのかもわかんないけど。<laughs> ないかもしんないけど。てか、これ見てもね、あの、すでにキャラクターが可愛いし、俺、これなんか、普通にグッズ化してほしいんだけど、可愛いわ。 お化け屋敷探検隊ね。まあ、これをリメイクするとかそういう発想は多分ないけど。だってもうこれですでに完成されてますからね、このゲームは。かなりね、面白かった。なんだろうなまあちょっとだけ。まあ、この、この感じのね、ドット系のゲームは全部マザーっぽいと言っちゃうとそれまでなんですけど。まあ、もちろんマザー的な、まあ、バット持ってるところがね。そういうの、オマージュはちょっとあんのかなと思ったけど。まあ、でも全然ね、違う世界観だしね。うん。 いやでも本当に可愛らしい中にもちゃんとした恐怖演出があって完璧な作品だったと思います。はい。あの、一路少年期短というね、ゲームを以前やったことあるんですけど、同じ作者さんなので、え他のね、作品もぜひチェックしてみてください。キラーベアという作品もあるのかなこれもね、近々やりたいなと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。ではまた。